今回紹介する作品はこちら、マッシブタレントです。いやー、面白かった作品なんですけれども、まずね、まあ皆さんご存知でしょう。ニコラス・ケイジが主演なんですけれども、この作品ってね、ニコラス・ケイジが現実のケイジ自身を、彷彿とさせるというか、はっきり言って、この劇中での主人公、もうニコラス・ケイジと言っても僕はいいと思うんですよね。で、そんな彼がどん底の俳優をこう、演じた、アクションコメディなんですね。物語簡単に説明いたしますと、かつては非常にこの有名で人気者だった、ハリウッドのスターニック・ケイジ。これ主人公なんですよ。で、彼はね、一時期すごく調子よかったんだけれども、こう落ち目になってしまったと。で、多額の借金をもう抱えてしまっていて、で、本業の俳優業もうまくいかず、そして妻ともこう別れてしまう。娘からも愛想をつかされてしまうという状況だったわけです。で、そんなね、失意の中にあったニックなんですけれども、マネージャーからね、ちょっとね、案件あるぞって言われるわけですよ。で、どういうことかというと、スペインの大富豪の誕生日パーティーに参加するだけで100万ドルのギャラがもらえるぞという、オファーが舞い込むわけです。でもニックはね、そんなのやんねえよと。もう俺もう俳優辞めるからみたいなスタンスなんだけれども、やっぱり借金返さなきゃいけないっていうことで、しぶしぶそのオファーを、受けるわけなんです。でね、彼は、その、ニックの熱狂的ファンだったという大富豪のハビーという人物と、もうある種意気投合するんですよ。でね、友情芽生えてくるんです。もう友達になるんですよ。そんな中、ニックは、CIA のエージェントから、とあるね、依頼を受けるんですよ。それはね、このハビという人物がもしかするとちょっと裏でうさんくさい仕事してるぞと。で、それ調べてほしいっていうことを言われるわけ。要はね、ハビの動向をスパイしてほしいと、ニックに CIA が、依頼すると、さあどうなるかという、お話なんですけども、先ほどから触れているように、この映画の、主人公ですね、ニック・ケイジ。もう、ニコラス・ケイジのままなんですよ。だからその辺踏まえてもらえるとね、面白いなと。だからちょっとね、ニコラス・ケイジの人生振り返ると、もともと彼はニコラス・キム・コッポラという名前なんですよね。もうね、映画通な方知ってる方もいらっしゃると思うし、この名前聞いてピンとくる方もいらっしゃると思う。ニコラス・キム・コッポラ、ニコラス・ケイジのおじさんがあのフランシス・フォード・コッポラなわけですよ。だからコッポラおじさん、もうソフィア・コッポラとはもういとこ同士なわけですよ。だから結果ね、ブルジョアな家庭に育ったわけです。で、俳優やりますよと、若い頃オーディション行くじゃないですか。すると、ニコラス・ケイジの演技云々の前に、この映画関係者が、ちなみに、フランシス・フォード・コッポラってどんな人物なんだって聞かれるわけですよ。だからニコラス・ケイジはそういうのがもううざいと。俺は俺で生きたいと。七光的なものはいらないっていうことで、彼はニコラス・キム・コッポラという名前を捨て、ニコラス・ケイジというステージネームをつけるようになったんですね。ちなみにこのニコラス・ケイジのケイジですけれども、マーベルコミックのパワーマンという、作品の主人公のルーク・ケイジ。このケイジから取ってるわけですよね。あ、もっと言うならば、ニコラス・ケイジの息子が、カルエルっていう名前なんですけど、このカルエルはあれですね、スーパーマンの、本名から名付けてる、要はアメコミ大好きなニコラス・ケイジなんですけどもね、彼はね、リービング・ラスベガスという作品で、オスカー受賞するわけですよ。俳優としても認められる、世界的にも人気者になる、ただプライベートでは、4回離婚してますね。で、5回結婚してたりだとか、あとですね、税金を滞納したりだとか、あとはスタッフにこのね、資金、横領されたりとか、ものすごい波乱万丈なね、人生を送ってるわけですよ。自分のね、まいた種なとこもあるんです。要は車が大好きだから、もう現行のフェラーリを全部買い占めたりとか、イタリアの古城、城を買ったりとか、お金使い荒くて借金抱えてしまったみたいな。だから要は、このマッシブタレントのニック・ケイジとニコラス・ケイジはある種、同一人物って言ってもいいと思うんですよね。で、そんな中ね、この作品の中に出てくるニコラス・ケイジのまあ、実際の出演作の話とかもこう出てくるから映画通からするとこうくすりとくるところもあるし、あとこの劇中の中ではニック・ケイジがもう俺は俳優としてダメだと、もうやめるとっていうわけでも、そうすると周りの人物たちがもったいないじゃないかと、頑張れよってこう励ますのね。その励ましてるのがもうニック・ケイジにというか、もうニコラス・ケイジを励ましてるようにこう見えるんですよね。でね、この作品のこの形態というのは、まあ、つい最近で言えば韓国映画「人質韓国トップスター誘拐事件」のファン・ジョンミン主演の作品がありました。あの作品も実際のファン・ジョンミンが映画の中でもファン・ジョンミン役をこう演じてましたね。でその辺りのシンクロが非常に面白い作品でもあります。コメディ作品だと思いきやサスペンス映画になり、カーアクションも取り入れられてるというある種ハイブリッドムービー、こちらマッシブタレント、ぜひ劇場で体験してみてください。